そうか、すでにキャンディスと調査中だったと。詳細はキャンディスが戻ったら話してくれるだろうけど、あの襲われたっていうキャラバンは相当気な臭かったぞ。わかった、あとは俺に任せてくれ。そうだ、これから何か予定はあるか？おう、キャンディスと一緒に帰るつもりだ。その後はみんなと一緒にサポイ…あ、散歩でもしようかなって。何か隠してるようだな。何もたくらんでなんかないからな。砂漠の積年の実は絶対に嘘をつかない。なぜか知ってるか？なんでだ？嘘をつけば相手の恨みつらみが爆発することを知っているからだ。これを積年の恨みという。本当か？なら秘密を吐くんだな。本当に隠し事なんかしてないぞ。そうか、鈴木にも負けない根性だ。なんだって？鈴木は鈴木だが、巣のない湖で一生を過ごす。すさまじい根性だろ。オイラもだ。大マハマトラに尋問される恐ろしさを身をもって知ったぜ。尋問？何の話ですか？キャンディス、やっと戻ってきたんだな。助けてくれ。どうかしました？セノさんはむしろ楽しげな表情ですが。変わりないか。旅人から事の経緯は聞いた。あとは俺に任せてくれ。ただ午後の予定を聞いたらはぐらかされてな。午後ですか。オルモス港に行ってサプライズの準備をしますが。わあ、キャンディス、バレちゃうじゃんかよ。セノさんもサプライズ計画のメンバーですよ。で、なら早く言えよセノ。言おうとしたがお前たちが遮ったんだろ。午後は事件の調査をするから行けないと言づてを頼もうとしたんだが。おかげでダジャレを2連発で食らっちゃったぞ。サプライズ計画のメンバーを伝えていなかった私たちのせいですね。申し訳ありません。何はともあれ誤解が解けたならそれでいい。みんなによろしく伝えておいてくれ。それとこれは俺が買い出しで揃えた分だ。悪いが一緒に持ち帰ってくれると助かる。おう、任せろ。ああ、ダジャレではいつもお前たちを任している。